1月が終わっちゃうよ。秋あずみです。親子丼にハマっています。鈴木えりです。親子丼美味しいですけどね。美味しいよね。本日はリードルです。おーバチバチしていきますよ。おいおい、では早速始めていきます。おらおら、せーの、あずみりあるー。今回は頭文字に R がつくリドルにちなんだあずみリドル、そのセカンドシーズンをお送りします。うるせー。ざっくり説明すると、あなぞなぞ対決コーナーぜ。あー、先に15勝すると商品をゲットするチャンス。早くしゃべれー。問題はどうせ起きすため番組スタッフが読みます。商品目指して頑張りましょう。バチバチだよ。バチバチですよ。バチバチだよ。もう勝負始まってますからね。ポイントは、アズが3で、エリが5です。お、くそー。もう、決まるな、これは。あ、これ決まります？決まるな。全然全然。ちょっと今回でね、私はどんどんポイント取っていくので。早速、お願いいたします。お願いします。問題です。ラジオネーム、エムヤンさんからいただきました。ありがとうございます。あ、ペンの準備してる。はい、はい。学校が休みの日に走っている電車は何？学校が休みの日に、学校が休みの日に、え、え、早い、休校。あー、しゃー、すごい、やったすごいやったー、早い、ボンボンボン。一発で分かった今。一発で分かった。すごーい。そんな拍手もらっちゃった。嬉しい。やるやん。休日って書いてたもん、こっち。やるやん。やったー。学校だからな。はい。お願いします。次。問題です。はい。アゼリネーム JB さんからいただきました。ありがとうございます。貧乏な人が貧乏旅行で一番最初に訪れる場所ってどこだ？貧乏な人が旅行で一番最初に訪れる場所、旅行で貧乏な人が旅行で一番最初に訪れる場所ってどこだ？貧乏？金貧乏な人でしょ。貧乏な人が一番最初に行く場所、訪れる場所。訪れる場所？貧乏？ヒントください。ではポイントになるとこだけ読みます。はい、ポイントになるとこだけ。貧乏な人、はい、一番最初訪れる場所、もしくは訪れる場所というか、まあ、目的地でもいいですし、アコムとか借りるじゃんもう。思ったけどさ、訪れる場所は、まあ比較的夏に行くことが多いかもしれないですね。避暑地ってことですか？避暑地、ちょっと違うかな。夏といえばこれって場所ですか？そうですね、大抵の人は夏に行きたがるかな。じゃあ海だ。海だよ。海なの？湘南。最初に貧乏な人一番最初訪れる場所。わかりませんよ。さらにヒントです。はい、お願いします。貧乏な人を、はい、別に言い換えてみましょう。貧乏な人、貧
貧乏を別に言い換えましょう。貧乏別に、お金がない人、貯金がない人。わかんないよ。何最初に訪れるって。ちょっと貧乏の別の言い方、エリさん教えてください。貧乏、貧乏、金が、なんだろう、一文なし、四文字です。貧乏、貧乏を別な言い方で四文字で、ボンビ、四文字、ボンビ、ボンビ、ボンビではありません。ボンビじゃない。最後はイです。言い換えて、言い換えて何なの。イの前はシです。シ、乏しい、貧しい。お、お、は、海。え、なんでなんでなんで。まずは C だから、ブ。まず C、 C って何か分かりますか。分かる、海でしょ。そういうことか。あー、まず C ね。ほんとだ。わきさん、一回正解言ってます。海、海って言ってましたね。あ、ほんとだー。言ってたー。すっきりした。よし。ゴーゴーだ。いや、今のはもう忘れよう。ゴーゴーだ。嘘だろ。確かに。ほんとだ。では、問題です。はい。はい。ラジオネーム、小次郎さんからいただきました。ありがとうございます。はい。夕日が沈む頃に筋トレをしました。うん、さて、どれくらいやったでしょう。夕日が沈む頃に筋トレをしました。さて、どれくらいやったでしょう。夕日が沈む頃に、沈む、どれくらい、夕日が沈む、夕日が、ねえ、夕日が沈もう、別の言い方にしろって言います。はい。夕日が、あ、日没だ。はいはいはい、サンセット。すごーい。あー、すごーい。あー、よかった。サンセットって、サンが、サンセット、あの、なんていうの、日が沈む、すごーい。あらまあ、あらまあ、これはやられました。これはもう、これはもう答えられなかったわ。すごいすごい。あ、まあ、サンセットね。あ、次最終問題。はいはい。アゼリネーム G ワンダーさんからいただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。買うとチョコやキャンディーがもらえる家電は何でしょう。チョコやキャンディーがもらえる家電は何でしょう。家電、はい、家電、テレビ、うん、チョコやキャンディー、 CD ラジカス。おそらくお二人のご自宅にもあるのではないかと思います。ご自宅にもアイロン、ほう、プリンター、チョコとキャンディーは関係ありますか？チョコやキャンディーは関係あります。ありますか？ドライヤー、家電？買う。家電？買う。チョコやキャンディーがもらえる家電はないでしょう。チョコキャンディー、チョコキャンディー、書いてもわかんない。チョコキャンディー、ちょっと言い方変えます。はい。チョコやキャンディーがついてくる家電は何でしょう。
ついてくる家電？ついてくる？家電？うちにもある？ミキサー？お二人の職業柄、あおそらくこれはお持ちだと思います。加湿器。あー本当だ、加湿器、ヒュー、本当だ、あらあら、いやいい問題だ、いや本当にいい問題ですよ、いい問題だこれは、あーありがとうございます。加湿器だ、リリさん、はぁ66です。え、わぁ並んだ、よかった、やば、追いついた追いついた、うわぁまたもう並んじゃったよ。いや本当にいい勝負してますね。じゃあ今日もすっきりしました。皆さん問題ありがとうございました。ありがとうございました。番組ではメールを募集中です。メールアドレスはあぜり @secondshot.jp、 あぜり @secondshot.jp、 ふつおた含めてどしどし送ってください。はい、各コーナーは番組ホームページにどんどんアップしていますので、ぜひチェックしてみてください。そして大事なお知らせ、今週分のあぜりあるは水曜日24時からセカンドショットチャンネルにアーカイブとして1週間は無料公開。うん、さらに有料会員になっていただくと過去のアーカイブやあぜりある特別編が聞き放題見放題です。皆様会員登録をよろしくお願いします。セカンドショットカタログ2020ガールズメンバーズ、100ページ超えの大ボリュームでセカンドショット通販で販売中。皆様ぜひよろしくお願いします。はい、そしてアゼリアルとキトアカリちゃんとのオンラインイベント、今からのチケット購入でもアーカイブ視聴可能です。期限は1月30日まで、こちらもぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは今回はここまで。はい、お相手は脇あずみと鈴木えりでした。バイバーイ。